とにかくまずい。3匹の鬼が一柱の神を復活させる贄としてあなたの血を狙っているこの状態は非常に良くない。ケイさん、悪いことは言わない。今すぐは無理にしても、日が昇ったら電車に乗ってあなたはあなたの世界に帰るべきだ。帰れば安全なの。少なくとも目の前にある脅威を遠ざけることはできる。双子は何かしらの呪物による存在だろうから、より城から離れるほどに力を弱めるはずだ。神様クラスの力でもない限り、霊体だけじゃ長くこの世にとどまれないものなんだよ。人間だって死んで体がなくなると魂も別の場所に行くだろ。残るには人によるか、物によるか、土地によるか。土地に寄りつくのがその代表。夏の心霊番組なんかでおなじみの自爆霊さ。浮遊霊は？あれはそう危なくないって言われてるだろ。放っておいてもそのうち消えちまうからね。とにかく距離を置くことは双子の鬼への対処につながるはずだよ。ケイさんへの干渉が始まったのもあなたがこの地へ近づいてからのはずだ。そしてもう一匹の鬼、自らの足であなたを追うことができる慈しみを持つあの鬼は、私が必ずこの地で止める。戦機を切った糸に誓って、私が必ずこの地で仕留める。だからケイさん、あなたは昼の世界に帰るんだ。でも、この土地を離れると…ええ、今はこうして形を成しているけれど、私もお柱様に寄っている存在だから。だったら、私帰りたくない。大切な人と会えなくなるのはもう嫌だから、ユメイさんと一緒にいられなくなるなら私帰りたくない。ケイちゃん、私がいちゃダメ？足手まといの私がここにいると迷惑？そんなことはないけれど、できれば帰ってほしいってところだろ。ケイ、真由美のことがあったばかりだし、あんたが過敏になってるのはわかるよ。だけど、あんたがユメイのこと知ったのは昨日今日の話だろ。どうして自分の命をかけてまで一緒にいたいと思うんだい？なんでって、一緒にいたいからだよ。なんだかよくわからないけど、すごく優しくて懐かしいんだもん。お母さんみたいだけどお母さんじゃなくて、ユメイさんと一緒にいると幸せな気持ちになってくるんだもん。それに、そんなこと言うならユメイさんだってそうだよ。ユメさんは自分が消えちゃうかもしれないのに、私のこと助けてくれたよ。そりゃあユメイにしてみれば、あんたは大事な昔から知ってるケイちゃんだからね。え？
赤ん坊のあんたはそりゃよく泣く子だったから、困った顔して恵美子さんや真由美に助けを求めていたものさ。ちょっと育ったあんたはかなりのおてんばだったから追い回すのに四苦八苦してたものさ。ゆめいにとってあんたは娘みたいなもので、妹みたいなもので、直接の親子でも姉妹でもないけれど、とにかく家族同然の身内なんだよ。さくやさん、あんたのぼやぼやしたなんとなくと違って、ゆめいが命がけであんたを守ろうとするのにはちゃんとした理由があるんだ。さくやさん、私のこと知ってるのって、私の記憶がなくなった、私も知らない歌詞よりも前のことばっかり。それならいいよ、分かったよ、私も思い出せばいいんだよね。ゆめいさんが家族同然の人だって思い出せば、命かけても納得してくれるんだよね。私思い出してくる。ケイちゃん、
ちゃん、もう大丈夫よ。大丈夫だから。私はちゃんとここにいるから。ケイちゃん、何が違ったの？思い出したいことが思い出せなくて、思い出そうとすると痛い赤いのばっかりで。昨日はお父さんとお母さんと小さい私と夢さんが一緒にいる風景が浮かんできたのに。ねえ、夢さんは白化なの？私と背比べをした白化なの？いいえ、私は違うわ。そうとしないで。すごく不安定だ。でも私わかるよ。あんたはまだその年だし、母親べったりだったんだし、いい年した大人だって身内を亡くして一人になるのはこたえるもんだからね。真由美が行っちまった後も見た感じはいつものあんたみたいだったから、血の検査なんとかすれば大丈夫って思ってたんだけどさ、あんた見かけ以上に頑固者だから葬式の後は我慢してたんだろ。友達なんかに心配かけないようにずっと我慢してたんだろ。あんたみたいなのは根性を締めてる間は強いけど、緩むともうどうしようもなくなるからね。はぁ、まったく、呆れるほど長生きしてるっていうのに、察してやれなくて悪かったよ。聞いての通りだよ、うずき。ケイを返すわけにはいかなくなった。そのようですね。ニエの血が連中に渡ることまで心配しなきゃいけないあんたには悪いと思うけどさ、今の状態のまま返してもかえって危険な感じなんでね。では当面は呪符で結界を張り、屋敷内の安全を確保することにしましょう。慈しみを持つ鬼の物理的な侵入は防げませんが、あの双子のような霊的存在ならば、よほどのものでない限り防げるはずです。ここが安全になる対策なら、遠慮なく何でもできる限りのことをやっておくれよ。けだって、
いつまでも夏休みってわけにはいかないんだけどね。あとしばらくは仕方がないさ。大丈夫よ、ケイちゃん。心配しないで。うずきさんの貼ったお札が効いているから、あの子たちは脅かすぐらいのことしかできないわ。私たちの方から出て行きさえしなければ、何も心配しなくていいのよ。眠れない？そうね。それなら私と一緒に寝る？え？もうそんな子供じゃないかしら。お布団、そんなに大きくないし。そうね。ケイちゃんも随分と、私とあまり変わらないほど大きくなったものね。うん。でも。何？手だけ、握ってもいい？ええ。それでケイちゃんが怖くなくなるのなら。それじゃあケイちゃん、おやすみなさい。うん。まだ眠いかしら。おはようございます。眠いのならまだ寝ていてもいいのよ。もう起きるっていうか、私寝すぎ。そう、よく眠れたみたいでよかったわ。